東アジアの信仰の中で亀というのは大変重要な存在でありまして、まあ、浦島太郎がウミガメの背中に乗せられて竜宮城に行くというような話もありますが背中に重いものを支えることができるということで地面を地下で支えるというふうな縁の下の力持ちのような役割を持たされているような場面もあります。後ののの時代にななりますとと立派な人の石碑を作るとその 下を亀の形に作って、その石碑を支えているという風な造形もつい最近までたくさん作られております。ここに見せておりますのは、左が亀右がすっぽんと思われるものですが、亀というのはやっぱり特定のやっぱ神話の役どころを持つ造形というものが、やっぱり集中的にこの親戚材の初め頃から始まっているわけであります。